TSD-30 はソビエト連邦第一設計局によって開発されたマルチモードの可視管制レーダー。S-9 に搭載されたものは RP-9、RP MIG-21 の迎撃戦闘機型や MIG-23 の初期型、輸出型に搭載されたものは RP-21、サプフィールとしてそれぞれ正式化された。北、大西洋条約機構は スピンスキャンというなどコードネームを付与している。1950年代後半、ソ連ではスホーイ設計局による新しい迎撃戦闘機の開発が進められていた。後にスマイナス9として知られるようになる。この機体は1958年の時点では試作機として T-43 と呼ばれていたが、この時のソ連には T-43 に搭載するに足る。 火器完成レーダーが存在しなかった。当時ソ連でレーダー開発を行っていた唯一の機関であった第17モスクワ科学試験研究所では新しいレーダーステーションであるウラガーンとパンテーラーの開発を進めていたが、それらの計画は父として進まなかった。そこに来て軍事産業省第一設計局で新たなレーダーステーションの開発が行われていることが 明らかになった。有翼の空対地ミサイルのシステムに関する研究の中心であったこの設計局では、主任の AA コーロソフを中心に開発が進められた。これにより、十分にコンパクトなレーダーステーションとして完成されたのが TSD-30 である。TSD-30 は、ピョートルグルーシンの率いる航空産業省第二設計局自動誘導装置を搭載し、 この装置は低高度目標への攻撃能力を大幅に高める役割を担った。発進部と受信部を統合するシステムが開発され、このレーダーステーションの寸法は T-43 の可動式、ノーズコーンに無理なく収納できるものとなった。この派生型のおかげで1957年までにソ連で正式武装に採用された空対空誘導ミサイルは、 唯一 K-5 だけであると言われた。その後、改良型の K-5M や1957年10月に MIM-19PM における検査試験を成功理に完了した K-5MS が TSD-30 の主要運用並走とされた。後に K-5 は RS-1U、K-5M は RS-2U、K-5MS は RS-2US として、それぞれ正式化された。NATO からは AA、AA-1 アルカリというコードネームが付与された。1960年10月、S-9 がソ連防空軍に正式採用されるのに伴って、搭載される TSD-30T は RP、RP-9U として正式化された。また、後には、改良型の TSD-30TP が、 RP-9UK として正式化された。RP-21MA 一方、これらの防空軍における状況とは別に、ソ連空軍は前線戦闘機として1959年により、ミグ -21 回シリーズの運用を開始していた。ミグ -21 回シリーズは、ミグ -21 の第一世代にあたるもので、比較的簡素な SRD-5M レーダーしか備えておらず、 基本的には昼間戦闘機であった。しかし1950年代後半から1960年代にかけての時期、戦闘機に全天候能力は必須であると考えられるようになりつつあった。これを受けて、ミコヤングレービチ記念設計局は、ミーグ -21 に TSD-30 シリーズを搭載することを検討し始めた。まず、 テストベッドとして E-7 が試作され、続いて全規模試作機として m i g 2 1ス1 3をもとに MIG-21P-13 が設計された。これらの成果を踏まえて最終的には操縦席工法に膨らみを設けて燃料搭載量を補った MIG-21PF が初の量産型となった。MIG-21P PF の搭載したレーダーは RP-9UK と同じ TSD-30TP であり、これは間もなく RP-21U として正式化された。TSD-30TP、RP-21U は戦闘機台の目標に対する最大捜索距離は 20km、補足距離は 10km であるとされていたが、実運用においては、 それぞれ 13km と 7km に短縮した。動作モードとしては、捜索、補足、追尾、照準の4つがある。運用される武装は、当初は SRD-5M と同様に、赤外線ホーミング式の K-13、A 空対空ミサイルのみであったが、後に収益した改良型の TSD-30、TK では、さらにセミアクティブレーダーホーミング式の K-13、 R と K-5 が追加された。なお、TSD-30TK、RP-21M の輸出版として、RP-21MA 及び RP-21ML がある。TSD-30、RP-21 シリーズは、第一世代の MIG-21 で搭載されていた、SRD-5M レーダーと比べると、探知距離など性能面では、 あらゆる面で向上していた。しかしながら、ミグ -21 の強硬なノーズコーンによる制約により、その性能を十分に発揮することは難しかった。第三世代のミグ -21 であるミグ -21S 以降においては、より先進的な RP-22 によって代替されている。また、後継機種のミグ -23 においては、さらに性能を向上させた。 RP-23 が搭載されているが、輸出版の一部では RP-21 が搭載された。ありがとうございます。